かき揚げが絶対に成功する。今日のを覚えておけば他の具材でも応用できます。カリカリサクサク、やっぱかき揚げはね、野菜の美味しさをすごいこう味わうにはいい料理だと思うね。どうも、うちのおふくろは昔ラーマ奥様インタビューを受けました。笠原です。よろしくお願いします。なんでしょう。ラーマ奥様インタビューですよ。マーガリンいたんじゃん、パンに塗るやつ。そのマーガリンでラーマっていうの売ってたんです。ラーマ奥様インタビューってこうレポーターの人が急に街角で受けたんだよ。うちのおふくろは武蔵小山商店街で、マイクを過剰にこうやってもうこうやられてた。うちのあれ今はない、わかんない、でも見ないね。うん、はい、笠原さん、今日もリクエスト来てます。リクエスト、ザ・ベスト10。オーヤン・フィーフィー、ラブ・イズ・オーバー。名曲です、ね。名曲です。じゃあです。違う。料理。あ、そうですか。ペンネーム、天野じいさん。定年を迎え、毎日食事係を率先して行っています。ああ、いいことですよ。うん、料理楽しいですね、うん。ただ、うまくいかないことも多くあります。リクエストが、かき揚げ。かき揚げ。はい。うん、私が作るとばらけたりねちっとなったり、うん、焦げたようになったりと散々散々ですね。こんな材料でこんな風に揚げたらうまいというかき揚げの作り方を教えてください。この方は失敗が多い。そうだね、今聞いたらもうほぼ失敗の要素が全部だったね。で、ばらける、ねちっとする、で、焦げる、うん、かわいそうだね。ちょっと涙が出そうになった今。じゃあもう今日これを動画を見ればね、かき揚げが絶対に成功する。王道でいこう今日は、もうザかき揚げ。かき揚げね、まあ お野菜だけでいこうか。まあだからかき揚げはね、だいたいこう野菜が少しずつ冷蔵庫に残ってたら、そういうのを整理するのにもってこいのお料理だと思うのよ。なのでまあ大体今日は手に入りやすい、まあ、玉ねぎね、玉ねぎ、人参、あとごぼう、三つ葉、あとたまたまそら豆があったんだね、時期的に。今日はそら豆入れちゃおうかな。でもこれはもう全部揃えなくてもいいし、当然ここに動物性のもの、例えば桜エビ入れたりとかさ、ね、ホタテの貝柱入れたりとか、もうそれもお好みでやって。でも大体作り方としては今日のを覚えておけば他の具材でも応用できます。じゃあまず野菜全部切っていきます。じゃあまず玉ねぎからね。玉ねぎは薄切りにします。いつもやってるけどこの芯は取ります。真ん中ちょっとこれぐらいね、この辺取っちゃいます。で、薄切り、もうどん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 ボウルに入れてっちゃっていいからね。三つ葉、つばは大体まあ、4センチぐらいか。これぐらいがまとめやすいと思うんでね。葉っぱのところはもうちょっとこうザクザクザクね。こういう感じ。ちょっと細かく切ってあげて。三つ葉の代わりに春菊でも美味しいね。入れておきます。人参。人参はマッチ棒ぐらいの細切りにしたいですね。もう皮は剥かなくていいですよ。一回きれいに洗ってありますからね。まず最初にこうやって縦に。薄切りにする。そしたら今度はこれを横にして繊維に沿う感じの細切りにしますよ。ね、大体これぐらいね、マッチ棒ぐらい細切りで、ごぼうも大体人参と同じぐらいの細切りにしてあげよう。まあ、この中ではね、ごぼうがまあ一番硬いから、ごぼうが一番まあ細い感じがいいね、切り方としてはね。ごぼうだけのかき揚げとか作るんだったら、なんかささがきでもいいね。うん、まあお好みでやってください。で、これもやはり繊維に沿ってね、ごぼうだけはさっと洗ってあげようか、ね、気にしない人はねこのままでもいいんですけど、まあ、ちょっと色が黒ずむということでさっとでいいよ、ね、さっとゆすいで、で水気切って、
これで水気が残ってるとね、油に入れた時に跳ねて危ないから、水気は拭いといて。水気拭いたらもうボウル入れてきます。で最後そら豆ね。もう揚げるときはね、薄皮まで剥いてくださいね。お豆系はあったら入れたら美味しいね。枝豆でもいいし、インゲンとかグリーンピースでも美味しいですね。あ、矢部さん剥いてくれますか。ありがとうございます。矢部さんの好きな単純作業の時間がやってまいりました。あとかき揚げなんだろうね、入れて美味しいのはお野菜で。長ネギとか美味しい。あ、そうだね、長ネギもいいね。あとはまあアスパラとか美味しいね。まあキノコ系もいいよね。椎茸薄切りにして入れたりとかね、エリンギとか入っててもいいか。まあ、あとあれだ、レンコンとかね、レンコン薄切りにしたりとか。枝豆やトウモロコシ。あ、トウモロコシもいいね、夏になったらね。うん。あれからもう1年経つんですね。そうですね。あっという間に年取りますね。どうしようかな、その豆、このサイズだったら、ちょっと半分くらい切ってもいいね、これね。これしとこうか。まあ、丸々入っててもいいんだけど、全体に散るように。半割りにしますね。だからかき揚げに向かないのは、まあ、水っぽいお野菜ね。水っぽいお野菜向かないですよ。例えば大根とか、あと白菜とかさ、もやしとか、あんまりかき揚げにするイメージないでしょ。で、とにかくまず全部の具材を入れたらこうやってほぐしてね、ここにね。で、入れるんだったらこの時に桜エビ入れてもいいし、普通のむきエビでもいいしね。ハムとかベーコンとかウインナーとかそんなの揚げてもいいと思うよ。お子さんなんか好きでしょ。あとちくわとかさ、かまぼことかね、そんなの入っててもいいね。で、衣を作る時のまずね、鉄則としてはね、全部冷やしといてください。だから今日これね、卵とお水と粉つかけて、これね全部冷蔵庫で冷やしときました。お水も冷たい状態、粉も冷蔵庫で冷やして冷たい状態、卵も冷たい状態で、卵は衣あの全部ね、白身も全部使う方もいるんだけど、ネチッとしたね、さっきね、あのこういう失敗がありますって言ってたお悩みを解決するために、卵黄だけにしておきます。卵黄だけの衣の方がカリサクッと仕上がります。卵白が入るとやっぱどうしてもネチッと重い感じの衣になるんで、今日も卵黄だけ。この卵白は他のお料理にとっておいて使いましょう。まず卵黄と水だけね、しっかり混ぜます。もう要はこれで、要は卵水を作るのね。で、ここに冷やしておいた薄力粉を入れますけれども、粉を入れたらこれをダラ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 混ぜてると、小麦粉のグルテン質っていうのが出てきてねちょっとした衣になっちゃうから、もうこれちょっとね、こう叩きつける感じ、イメージとしては。で、この段階ではここはね、結構今日もシャバシャバです。天ぷらの衣じゃないんでね、ここはそこまで固くしないです。もうこれぐらいでいい。もうこんな感じ で、なんでこっちがこんな今日は柔らかくていいかというと、こっちの方にある程度粉をまぶしてあげようと思います。こっちの方が失敗がないと思うんだ。具材にやはりこれも冷やしといた薄力粉、これを全体にこうコーティングするような感じでまぶしてあげて、これが接着剤代わりになってくれるから。もうちょっと入ってた。ただこの粉も入れすぎても、そのネチッとした重い衣になっちゃうからね。全体に薄化粧をするぐらいな。だからここがあのバカ殿ほど真っ白くしちゃダメよ、いつも言ってるけど。バカ殿ほど真っ白くするときは、あのパン粉の衣とかをつけるときね。かき揚げにするんだったらこれぐらい、まだ全然野菜のそれぞれの色が分かるぐらいでも、全体にお粉がちょっとまぶさってる、まあ、これぐらいよね。それで全体にこのね、お粉が野菜にコーティングされましたら、ここにさっき作っといた衣をちょっとずつね、一気に全部入れないでね、加減しながら入れてってください。全部使っちゃう時もあるし、全部入れなくても間に合う時もあるし、その時のこの野菜の量とかでちょっと変わってくるからね。
で理想はここでこの衣とまぶしておいた薄力粉が接着剤代わりになって野菜同士がギリギリくっついてますぐらいが一番いい状態ね。でもこれは最初は難しいと思うのよ。やっぱどうしても最初はもうちょっとこの硬い方が全体がばらけないで失敗はないね。だこうやって全体をこう混ぜ合わせた時にこれだとね多分まだちょっとこう緩いと思うのよ。だからここで最終的に粉を足して微調整。だから最初のうちはこの粉をちょっと多めにしてあげた方が失敗はないよ。ばらけはしない。でもどうしてもやっぱ重い衣にはなってしまうね。これ慣れてきたらもうどん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 この衣の量を減らしていくっていう感じね。最初のうちはちょっと多めの方がやりやすいと思う。で混ぜてるとねなんとなくねおちょっと全体がくっつき出したぞっていうね瞬間が来るからそれぐらいまで混ぜてあげて。あ、いいんじゃないかな。これぐらいだね。納豆ほどこうねちょっとした感じじゃないけれどもまあ、ちょっとこう全体がくっつくようになったなっていう思った時にね これぐらいを目指そうか。よし、じゃあこれでいいね。よし、じゃあこんな感じでいよいよ揚げていきましょうか。はい、じゃあこれからね揚げていきますけれども一応天つゆも作っとこうかね。簡単に作れるからこれお出汁ね。お出汁これお醤油、みりん。で、これ、ひと煮立ちさせるだけね。これでも美味しい自家製の天つゆができるから。簡単よ。割合は5対1ね。だし5に、醤油とみりんが1、1。だこれ作っといたら、まあ、天つゆにしてもいいし、あと、ちょうど麺つゆにもなるね。冷たいそうめんとかお蕎麦とか食べるにもちょうどいいぐらいのつゆができるから。いろいろ使えますよ、これも。覚えておくと。こんな感じで。一回沸きましたらもうこれで完成。火を止めときます。じゃあ揚げていきましょうか。で今日はもうフライパンで少なめの油で揚げていきますね。でこの方がまあ油の量も少なくて済むのと逆にね油が少ない方が失敗しないと思う。天ぷら屋さんみたいなお店ぐらいのたっぷりの量の油の中でやった方がかき揚げ散っちゃうんだよね。わーって。だからこの方が家庭では失敗もないし油の量も少なく済むし一石二鳥だと思う。だいたい2センチぐらい高さとしてはね。でこう入れてシューって端から出るのがだいたい170度ぐらいね。これぐらいがちょうどいい音です。で最初のあのお悩みであったあの焦げちゃう、あれはもう単純に油の温度が高すぎだと思う。うん、お箸を入れた瞬間にバチバチバチって言ってすごい泡が出るようだともう例えば190度とかさ温度が高くなっちゃってる。これぐらいがいいね。それでだいたい1人前分ぐらいの量をなんとなく目安で取って、だ最初はね大きいのを揚げるっていうよりもちっちゃいのをねいっぱい揚げた方が失敗ないかもしれないよね。これぐらいかなって1人前の量を入れたらジューッと入れて、でしばらくちょっと押さえておくのがいい。である程度カチッと固まったらこうやって離す。やっぱ入れてすぐバーって散りやすいからさちょっと最初押さえておいてあげるといいと思うな。入れてちょっとある程度固まるまでさ。でまああんまり一気に入れすぎない方がいいと思うから1回に揚げるのはまあ4個ぐらいこのサイズだったら、ちょっとこうやって持ってさ落ち着いたらこう沈めてこうちょっとこれだから要は散らないように少し最初押さえておいて、でちょっとだとカチッと固まるからそしたらこうやって離して、もうこれの繰り返しだよね。ね、ある程度の量を入れてちょっと最初押さえて
それであんまり温度が低いとベチャッとする原因だから、全部を入れたらね少し火を強めた方がいい。やっぱ今具材が入ったから油の温度が下がるでしょ。でその低い温度でいくとベチャッとしてベチョッとした感じになるから、少しここで火を強めて、それであとはある程度きちっと固まったら途中でひっくり返してあげる。入れてすぐはばらけやすいからね、あんまり触らないこと。なんか一番最初に入れたやつなんかもいいね。である程度カチッと固まったらね、途中でねこうねちょっとね刺してあげるという、こうやって何箇所か、そうすると刺したところにもこう油が入るから中もカリッとなるんですね。あんまり最初からやるところ、これもあのばらける原因だから、周りが固まったらこうやって刺してあげる。んであとはまあこう触った感じのね、衣のカリッとした感じと、あと色のつき具合で引き上げてあげてね、色のつき具合これぐらいいいんじゃない。こんな感じで、でこういうカスはね、あのこまめに取っとかないと、カスが入ってるとこれは油が傷む原因になりますから、一回揚げたらこうきちんとこうねカスは取ってあげてって感じで、どん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 揚げていくって感じがねいいと思います。あとはあのやりやすいのはこういうしゃもじとかキベラもいいよね。大体の一人前をこうやって乗っけてさ、形を作ってって。でこれだとねややねやっぱしね、このねそこの方がちょっと衣が溜まって重くなる気がするんだよな。こういうやり方でもいいんだよ。まあでもこれも失敗はないよね。こうやって一人前ずつこうやって。でも特にこうやって入れたらしばらくこうやって押さえてあげることよね。夏は大変ですね。暑さが。まあね、どうしても揚げ物はね。でも逆に暑い時揚げ物嫌って言うけど、揚げ物ほどビールに合うものはないじゃん。ぜひやってもらいたいね。であとはさ、もうちょっとこう具材が残ってたらもう上に乗っけてあげてもいいと思うんだよ、こうやって途中でくっつくから。ほい、ほら美味しそうじゃないですか。はい、じゃあ盛り付けます。かき揚げの時はね、たくさんもう大皿に盛って、もう今日はかき揚げパーティーよっていう感じね。大根おろしとかもさ、可愛く丸めて置いといて、生姜とかも添えて、まあレモンなんかもちょっとこの辺に添えて、まああとはさっき作った美味しい自家製の天つゆとちょっとお塩も添えようか、ね、どうですか。はい、かき揚げ完成です。ちょっとまずシンプルにお塩で食べてみるか。いただきます。ああもうサクサクですよ。あー美味しい。うん、カリカリサクサク、野菜もそれぞれの歯ごたえが残って、やっぱかき揚げはね野菜の美味しさをすごいこう味わうにはいい料理だと思うね。このまま食べても美味しいし、あのお蕎麦に乗っけたりうどんに乗っけたりね、ちょっと天つゆくぐらせてご飯に乗っけて天丼にしたりね、ちょっと天つゆでもいきます。うん、またこの天つゆでちょっと衣が湿った感じに何度もうまいんだよね。美味しいねかき揚げって。こんなにビールに合うもの誰が考えたんだろうな。ねえ矢部さん、すいません、お願いします。かき揚げとビール最高だね。どうぞ。いただきます。今日は野菜だけのかき揚げですよ。枝豆綺麗な色ですね。空豆、あ、空豆。失礼します。うん、サクサクですね。サクサクでしょ、うん、後乗せサクサクじゃ。人参も甘くて、うん、空豆も甘くて、揚げると本当野菜の甘みがダイレクトに感じられていいね。俺も今考えると、ちっちゃい頃人参あんまり好きじゃなかったけど、おばあちゃんが作ってくれる人参のかき揚げは大好きだ。食べやすくなるじゃないかね、油の力でね。油って素晴らしいですね。油って素晴らしいですね。あれみたいな、映画って素晴らしいですねみたいななかったっけ昔。水野晴郎さんだっけ。うちのばあちゃんは次の日頃ね、ちょっと甘く煮てね、卵があるとちょっと卵とじにしてね、丼にして、それが美味しかった。お弁当とかに持ってくにもそれ美味しいんだよね。甘く煮て天丼みたいにして、卵とじにするんですか。
卵、うちのおばあちゃんたまにそのバージョンもあったね。豪華ですね。あれ多分おばあちゃん機嫌のいい日だったんだろうね。